日本にも、ついに F-35B ステルス戦闘機が導入されるようです。と言っても、F-35B は、戦闘機では短距離離陸垂直着陸機ということですから、本当に必要なのかなと、ちょっと疑問を感じていました。というわけで、今回は、F-35B 導入と、護衛艦出雲、加賀の改修計画について見ていきたいと思います。護衛艦打撃群が必要になるのでしょうか。日米合同打撃群の流れも出てきていますが、日本周辺での有事に備えるためには必要なことですよね。現在の日本の自衛隊単独では、まだ対応できない部分が多いです。海上自衛隊では、護衛艦出雲、加賀がヘリコプター搭載型護衛艦というジャンルに分類されています。この両艦には、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするための航空母艦化に向けた改修が行われることが決定しています。出雲、加賀が航空母艦となるということは、太平洋戦争後日本初の航空母艦の誕生ということになります。実は、この計画が浮上した時から、攻撃型艦艇である航空母艦を保有することは、自衛隊の専守防衛理念には馴染まないのではという批判の声がありました。こういった声は、主に、現憲法を堅持するべきという立場からの意見と考えられます。憲法第9条の戦争の放棄に関する戦力保有に該当するために、攻撃型兵器とされる航空母艦の所有は認めるわけにはいかないという考えなのだと理解されています。と言っても、軍事兵器ですから、どの兵器が攻撃的で、どの兵器が防衛的と判断するのは非常に困難でしょう。敵から見れば、すべてが攻撃兵器でしょうし、日本の立場が逆転しても同じことを感じるはずです。要は、広島、長崎を壊滅させた原子爆弾であっても、東京や呉、釜石などを空襲した B-29 であっても、自分たちを攻撃する兵器に何ら変わりはないということです。強いて判別するなら、大量破壊兵器とされる戦略爆撃機、大陸間弾道弾、それを搭載する戦略的潜水艦などが、この範疇に含まれると見られるでしょう。こういった俗に言う大量破壊兵器なら、仮想敵国内の軍事目標とは言えない、都市部や病院、学校などを含む非戦闘員への無差別攻撃に使用される恐れも、確かにあるでしょう。でも、小型の航空母艦は、そういったものではないとされているようです。兵器に違いがあるとは思えませんけどね。護衛艦出雲、加賀のサイズですが、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248M、全幅 38.0M です。この艦隊に、マックス14機のヘリコプターが搭載できる艦艇です。今後行われる航空母艦化改修ですが、終了後には、艦載機の F-35 ライトニングを10機前後搭載できると思われますが、この数では、圧倒的な打撃力を持っているとは言えないようです。F-35 ライトニング 2B 型戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備する方向で進めているということが報じられました。この配備は、位置的に考えて、中国が手を伸ばしている尖閣諸島方面への備えを期待していることは明らかです。万が一の場合、新田原基地所属の F-35B を出雲、加賀に搭載して、通常の陸上滑走路の確保が難しい、強小な南西諸島防衛に投入するという思惑が感じられます。ただし、この2艦は、固艦防衛用の兵器は搭載されるものの、極めて限定的なので、
短間で作戦行動に出ることは想定外ということです。つまり、他の護衛艦の随伴とサポートを受けながら運用されると推測されています。このような航空母艦を中心にした艦隊編成は、アメリカ軍などでは空母打撃群と呼ばれています。最近ニュースにも登場することが多くなったので、聞き覚えのある方も多いのでは？アメリカ海軍には、大型の原子力航空母艦11隻を擁していますから、同数のユニットを備えて、世界中に展開することも可能なのです。ちなみに、アメリカの空母打撃群1ユニットの内容を紹介しますと、最低限中核となる航空母艦1隻と、イージス巡洋艦1隻、イージス駆逐艦2隻、攻撃型潜水艦1隻、補給艦1隻以上を随伴させることになっているようです。ということは、単純計算でも、イージス巡洋艦11隻、イージス駆逐艦22隻、攻撃型潜水艦11隻以上を持つことが前提となっていて、実際、アメリカでは、イージス巡洋艦22隻、イージス駆逐艦80隻以上が就役しています。では、海上自衛隊の場合はどうでしょう。イージス巡洋艦は所有していません。イージス駆逐艦は、やっと8隻体制が構築できた状況で、航空母艦は1隻ですから、アメリカ軍並みの艦隊編成は事実上不可能です。海自は、イージス艦として、金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻を所有しています。これらの艦は、アメリカのアーレイバーク級駆逐艦が土台になっている艦ですから、艦隊防空だけに使用することはできません。つまり、艦隊防空だけでなく弾道ミサイル防衛任務も担っているのです。仮に、陸のイージスと呼ばれるイージスアショア、アエジス、アショレの代替となる専用艦2隻が就役したとしても、まだまだ数に余裕はありません。ちなみに、このイージスアショアについては、日本のどこに設置するかで大揉めしましたね。結局、隠していたブースター落下の危険性が公表され、その回収費用が捻出できないことを理由に中止されましたが、設置決定から、場所の選択などプロセスにも問題が多く、反対する人が多かったのも当然と思われます。イージス駆逐艦以外の艦艇も、海自は出雲、夜叉に随伴させる可能性があると見られています。その場合、候補と召されているのが、汎用護衛艦秋月型や朝日型なのです。秋月型は、イージス艦に比べれば限定的ですが、防空能力を持っていて、4隻が就役中です。秋月型を発展させたのが、朝日型で、サイズが少し大きくなっています。これは2隻が就役中ということです。これらの艦よりさらに小さくて、外国ではフリゲート艦というジャンルに分類されるのが神型護衛艦です。2022年からの就役が予定されていますが、新しい中核戦力艦として20隻以上作られる予定とも言われているそうです。しかし、この神型護衛艦は、今までの護衛艦群とは別の役目を任されるようです。それが掃海艇とコンビネーションされた新しい編成と思われています。いずれにしても、護衛艦出雲、夜叉のお供をすることは、この時点では想定外のようですね。